ミシオネス州はアルゼンチン23州のうちの1州である。国土の北東部メソポタミア地方に位置する。北西にパラグアイと北と東,東にブラジルと南西にコリエンテス州と接している。州都はポサーダス。サンペドロ郡がある。元来この州にはグアラニー族の文化が溢れていた。 最初のヨーロッパ人としてこの地を訪れたのは1527年12月にパラナ川を遡ってアピペダキを発見したセバスティアン・カボットであった。1541年にアルバル・ヌーニエス・カベサでバカがイグアスの滝に到達した。17世紀にはイエズス海イ氏がこの領域にやってきた。電動団はこの地に一連のイエズス海伝電動を築き上げた。 数年後には彼らが建設した、伝道書の数は30を超えた。グアラニー族はすでに農耕を覚えており、定住生活を採用した。1814年に、ブエノス・アイレス政権の長官だったヘルバシオ・ポサーダスは、ミシオネス州のアルゼンチン領、コリエンテス州に併合することを宣言した。しかし、アルゼンチンは、諸国の権利主張により、 実行支配を及ぼさなかったため、1830年には、コリエンテス州の軍隊がミシオネスを併合した。1838年にはパラグアイが、ミシオネス州に住むインディヘナノグアラニー族は、パラグアイの主要な構成民族であることを理由に、ミシオネスを支配した。1865年に三国同盟戦争が、勃発すると、パラグアイ軍は再び、 ミショネスに侵攻した。1876年にアルゼンチンとの和平協定が結ばれると、パラグアイはミショネスへの領有主張を放棄した。アルゼンチンも1814年からミショネス州の領有を主張していたが、学術的にはアルゼンチンは、この戦争の結果としてミショネスを保有したと解釈されがちである。 戦争の結果パラグアイは困窮したためアルゼンチン領となったミシオネスは経済的な恩恵を受けた。1876年ニコラス・アベジャネーダ大統領は親友であったイタリアの軍事貴族でその財産と達成への人生における努力と地域の高級的平和に貢献したピエトロ・カネストロ将軍外民を呼び植民法を公表するのを手助けした。 その法律は広大なアルゼンチン領の未開根地の人口増加のためのヨーロッパからの植民者の導入を促進した。この法律の実施に応じていくつかの植民会社が設立された。それらのうちの一つがアドルフ・シュエルム、SL ドラド・コロナイゼシオン・アイ・エクスプローテージョン・デボス・コズ・ルトダ・ SA だった。 これは、エルドラードが1919 19年9月29日に、ドンアドルフォジェ・スチュエルムによって、パラナ上部の港と共に設立されたということだった。農業植民地都市圏農場は、オレンジとグレープフルーツのプランテーション、マテ茶の工作、及びそれらの製品のための工場と乾燥機によって、この地域は、特徴付けられた。スウェーデン系アルゼンチン人は、 マテ茶の栽培によって有名になった。ミシオネス州は南ブラジルからやってきた多くのヨーロッパ系移民と少数のブエノスアイレス及び東ヨーロッパ特にポーランド人とウクライナ人移民を受け入れてきた。それ以来ミシオネスは経済的に利益を獲得し続けアルゼンチン内でも政治的に発展した。ミシオネスは守備よくアルゼンチンの州と統合された。 今日、州の領有権において、国際的にも、国内的にも、いかなる論争も存在しない。1953年12月10日に、ミシオネスの国土は14,294号で、州となり、その状態は1958年4月21日に、憲法で承認された。今日のミシオネスは、自身のフランス文化に非常に強く影響されている。 ミシオネス州はアルゼンチンの州内ではトゥクマン州に次いで2番目に小さい州である。ミシオネス高原は国境線を越えてブラジルの一部を含んでいる。かなりの量の鉄分を含んだ岩石は土壌の一部を構成し赤色にしている。高原の中央ではミシオネス山脈が隆起し、 最高地点はセロリンコンのベルナルド・イリゴージェン付近の843メートルである。州は、パラナ川、ウルグアイ川、イグアス川の3つの大河を抱えている。州北西部の、プエルト・イグアス付近に位置するイグアスの滝は、イグアス川の壮観な滝である。ミシオネスは、ブラジルのパラナ州と滝を共有している。他方で、パラグアイとの国境線も近い。 亜熱帯の気候に寒気はなく、それゆえに、ミシオネス州はアルゼンチンで最も蒸し暑い州のうちの一つである。植物はいわば、ミシオネス熱帯雨林である。それらのうち一部は人間によって農業と農園を移植するために変形させられた。オリジナルの生物体は、イグアス国立公園で保護されている。ミシオネスには965,522人が、 居住している。ミシオネス内での多数派は移民の子孫である。他のアルゼンチンの多くの地域で移民は、ブエノスワイレスを経由してきたのとは異なり、ミシオネスに定着した移民の多くは、ブラジル南部を経由してきた。ミシオネスに定着した民族集団は、イタリア人、ドイツ人、スペイン人、ポーランド人、ウクライナ人、フランス人、スイス人、ロシア人、 デンマーク人、アラブ人、及び日本人である。集経済に貢献するのは多くのところジャングル、特に観光と伐採による。主に利用されている木は、パラナマツ、グアタンブ、シダー、ペティリビー、インセンス、ケーンウォーター、パイプ、アンシコ、ユーカリ及びギカである。他に目立った収入源としては、マテ茶、ット、少量のタバコ、砂糖キビ。 米及びコーヒーの栽培である。牧畜はほとんどない。非式自立は8.6%である。州は17のアルゼンチンの県に分けられている。ミシオネス州の政治区分、ありがとうございます。